はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。鍛冶屋のかがり火のところまで、移動してきまして、ちょっとね、盾とか武器を少し鍛えたいと思います。11500ソウルあるんで、これを消耗していきましょう。じゃあアンドレさんに話しかけます。お、珍しい種火を持ってるじゃないか。一度だけ見たことある。それは生殖の鍛冶の種火だ。俺に預けてみないか。神聖の武器は鍛えられるかもしれないぜと。渡しましょう。これ基本的にあげちゃっていいんだよね。いい判断だ。まあ俺に任せときなと。ただ防具を強化したいんだよな。で、そうだね、上級騎士とかも最終的には来てもせめて2分の1ローリングにしていきたいんだけど、あれ盾って武器？あ、盾は武器だね。で、龍門章の盾が光るくさび石なんで、まあ、かけらでいけるちょっとナイトシールドにしていきましょうか。こっちが強化が簡単だからね。ちなみにナイトシールドでいいのかな。ナイトシールドでいいんだよね。これを鍛えていこう。いけるだけいこう。4アイテム買って、これを3つくらい買っとく。で、さらにこれで4か。もう1回あと2個アイテム買って、うん、これなんかいい絵になってるからさ、大丈夫か。所持数3、よし、これでいこう。で、今のところは5までしか鍛えられないかな。さて、それでは装備を変えよう。龍門章の盾を1回外して、ナイトシールド、プラゴ。受け能力61。55。そうだよね。攻撃力は別にいいんだけど、ナイトシールドの方が、まあさすがにね、炎カットとか、雷カットとかは、低いですけど、受け能力が61になってるんで、まあ、ちょっと重いのか、ナイトシールド。あ、これ中ローリングになる。あ、中ローリングになるね。2分の1ローリングだったら2分の1の範囲内で、上級騎士装備しようか。24。これがギリギリだな。手はこれがいけそうだね。上級騎士全体的にめちゃくちゃ重いな。 25.8 だったらまだ大丈夫でしょう。よし、まあこのくらいかな。やっぱり防御力とか強靭力とかもある程度必要だからね。よし、じゃあこれで最下層にちょっと向かっていきたいと思いますと思ったけど、ちょっと6500残ってるんで、レベルアップ、持久力だな。上げていこう、持久力で。あと500くらいでまたレベルが上げられるので、持久力とか20にしたいよね。ちょっとソウルを使っていこう。2つくらい使う。これで400、3504、あともう1個か。よし、 OK。 よし、じゃあ今度こそ本当に最下層へ行きましょう。はい、じゃあここですね。鍵を使って最下層へ行きましょう。もうこっからマジ地獄だからな。暗い。この時特になんかアイテムなかったよね。早速誰かさんのメッセージが。あ、ちょっと待って、敵いって、ひでえ。ただまあここに出てきてるのは、まあ、一般骸骨兵だから隠密が有効。あっちにアイテムらしきものがある。ソウル、なるべく敵はね一体ずつおびき寄せて、でもガードしてから切ると。そしたらちょっと動画を見てて
思ったんですけど、アストラの直剣プラ3とかって言ってたけど、まだプラ2だったわ。ここ1体ずつだな、ちょっと確実に仕留める。これ狭いところは月がね使いやすい。直剣は若干モーションがね遅いんだけど、モーションが遅いからたまに振り負けるんだよね。相手が振りかざした後に突きをやるとね、こっちが負ける。なのできちっと突きをついて攻撃をしていく。あれこいつ大丈夫？なんかすげえ落ちそうなんだけど。なんか亡者いるね、ここ。今そう見えた見えた。ほいっと、いやめっちゃ暗いわ。どこへ行けばいいんだ。こっちへ行くか。あ、ネズミちゃんがいる。こいつは毒ってくるかんな。あ、変なやつがいるよ。どうする？弓でおびき寄せる？一応つくね。ヤミレアに侵入された。やばい、ちょっと待って、この状況で。待って、それはないよ。どこにいる？いた。あいつだね。てかさ、もう無理なんだけど、こんな勝てるわけないし。ひどくね？ハベル装備だよ。太刀打ちできないよ、そんなの。1270。これ、棺の祭事場からか。いや生身でやってるとね、これがあるからね、危険なんだよね。まあ、上級者とかだったら返り討ちにできるんだろうけど、俺みたいな初心者、ただ狩られるだけだからね。まあいいや、戻りましょう、さっきのところに。よし、じゃあまたここからやっていきましょう。最初はまた雑魚敵の排除だね。え、どこだ？暗くて本当に分かんない。一応これでもデフォルトからちょっと明るくしてんだよね。右から来てたよね、さっき。一回階段降りきる。こいつが右からの死角だな。ほら、ぐっ、外した。こいつも、よいしょー。あった。一応回収しとこう。ちょ、待って。ちゃんと倒してから安全を確保して。ひどくない？こっから狙ってくんの？よいしょー。やばい、2人来てしまった。こっちの方とかって特になんもないのか。あいついるじゃん、気づかれたわ。あ、でも引っかかっけ。引っかかれてると思ったら強引に来た。待て、1対1に持ち込もう。お前じゃない、怖えんだけど。できればかわしたいな。おお、あれ強そうだな。スタミナ結構奪われるね。これやってくれれば。でもまてちゃんとスタミナを回復させて。よし、ここだ。これ押し切れるっしょ。オッケー、倒した。何もくんねえんかい。すげえ吹っ飛んで。一回蹴るとすげえ吹っ飛んでいく、この死体。そんなに強敵ではなかったですね。見た目ほどの怖さはなかった。最初見た時なんだこいつすげえ思ったけど、ゲー噛まれたんだけど。いる？いないよね。ちょっと一回回復しよう。相変わらず役立つこの回復。
こういうのって、ああ壊せ、ん、なんだ、なんかあった今、なんか出なかった、メッセージ的なあれ、あこれか結婚に触れ、多分あいつに殺されたんだな。あれこれ犬、あ犬の方だね。でここに宝箱がありますと。お大きな種火、持って帰りてー。こことかってなんか行けそうだね。てかどっちへ行けばいいんだっけ。こっちも普通に行けるんだよね。なんかメッセージがある、誘い出しに注意。はあはあはあ、ちょっと盾を構えて。それなりに敵はいる。これは犬か。あそこにもいるよね。狙う？ちょっと待って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 。これさ。おいしょ、おいしょ、おいしょ。大丈夫？よくわかんない画面になっちゃったけど。遅いな。すげえとろくなる。水だからか。ちょっと待って、あっちもすげえ気になるな。隠し通路的なところだったよね。あれ落ちるのこれ。しまった、落っこってしまった。どこだこれ。なんかいるんだけど、すげえでけえのがいいんだけどこれなんか光った、あなんだ、ただの柱か。これはなるほど、こっちからもいけるよっていうあれだね。こっからだと落下攻撃があいつにできそうなのと、弓でプスプスなんとかできねえかな。宝箱系はなさそう。弓ちょっとやってみる、ターゲットして。あこれでちょっと安全に行きます。はい OK。なるほど、これができるのか。ここから行けば下はじゃあ折れちゃう、怖いな。取っていきましょう人間性。弓も鍛えとけばよかったかね。どうせだったらレベルを1上げるんじゃなくて弓を鍛えればよかったか。でそもそもこれ落ちてきたからさ、わかんないんだけど、どっからど来た。あれ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 、めっちゃ怒った、めっちゃ怒った、めっちゃ怒った。やばくね、やばくね。あのうねうねとかなんか大丈夫か。これこれこれ敵ではない、ただの汚れてる。待って、こいつはこいつは呪いだ、呪いだ、呪いがマジでやばいんだ。そう、仕留める、一発で仕留められる、好きであれば一発で仕留められる。あの呪いマジでやばいんですよ。これかがり火ではない、全然違ったわ。こんなとこにかがり火があるわけがない。ネズミでっか、人間と同じぐらいのネズミじゃねえかよ。気持ち悪いんだろうな実際こんなのにあったら。いやここアイテム全回収とかは無理だな、絶対見過ごす。そもそも俺が今どこにいるのかもわかんない、進んでんのか戻ってんのかもわからないからね。一回回復しとこう。待って待って待って、また来てる、また来てる。ちょっと待って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 、結局回復がいっていっていって無駄になった。トータル的にはちょっと回復。ガチで暗い。これ剣を振ってこう。ここになんか剣を振って、あやべえみたいなのはなかったと思うから。あまたネズミ、こいつは逃げるね。
人間性が1になってる。え、何これ、またわけわかんない。あ、ネズミ、何これ、スライム的な。全然攻撃が通らない、柔らかいからか。ただ何をしてくるわけでもないんだけど、え、何なのこいつなんかまたなんかいたんだね。いや本当にわかんないな。ちょっと今安全そうだから、あ、火炎壺を装備するだけ装備しよう。火炎壺とかも使っていった方がいいと思うんだよね。黒い火炎壺も使ってこう。アイテムなんて使ってなんぼだから。よし、こっちは特に。これも多分なんかあれだね、スライムっぽくない？ちょっと投げてみる？ポリアン、おお、やっぱ通るね。通るは通る。ただこのゲ当たらんぜよ。何かをしてくるわけではないからな。三段突き、神速三段突き、突きで5回か。さっきネズミがいたよね、もう処理していこう。あ、でなんかこっちの方に出てきて進んでるっぽいな。いや、こんにちは、はじめまして。ゼナのドーナル、飽きない取引大好き。おお、ジェスチャー、歓喜、話す、特に何もないな。まあ、買ってくれなきゃっていうこと。黄金この松子みたいなのは買っとけよ。1個1000円か。今3つ持ってるからな。結晶直剣、結晶系ってなんか強いんだけどなんか癖があるんだよね、直せないんだっけ。知恵、全部1万円台なんだけど、たけ名誉者の鎧、重いな。13、鎧がやっぱ重いんだよね。アイテム的にはどうかな。大きな矢、これを少し、まあいいや、100本買っちゃう、買っちゃおう。ロストするよりは物にした方がマシだ。絶望の予感。ちょ、待って、じゃあこっちが進むっていうのが分かったから、もうちょっと探索したくないけど探索していこう。あれ、階段がある。ここはどっかに繋がってくれれば嬉しいんだけど、地形が全く分かんないからな。なんかすげえ落とされて落とされてきたからね。あそこのアイテムとかも取ってねえし。どっちだこれ、いやこっちだよね、こっちから登るんだよね。ん、どこ、これどこですか。え、いっぱいネズミがいる。火炎壺、ちょっと待って、こうだ、火炎壺、ほら燃えろ、いいね。あとは処理していこう。グレートアクス、斧か、名前からして強そうだね。人間性の予感、人間性なんて取れなかったよ。え、このうねうねとかは何にもない。これは多分もう行って、この先かわいいなんとかありとか言ったけど、そんな余裕はないです。回復しましょう。エストビンはね、なるべく使いたくない。かわいいやつある。これどっちから来てることを想定してんのかね。俺今絶対逆流してるからね。弓でいっとく。ただ動いてるやつには当たらん。動かれると当たらない。お、なんかいいね、人間性。
で、アイテム発見力ってね、あれなんだよね、人間性が溜まってれば溜まってるほど、アイテム発見力が上がるんで、きちんと1匹ずつ処理していく。取れんのこれ、こっちから。下水部屋の鍵？いや、鍵をゲットしたのはでかいな。ちゃんと来てよかったというところか。こことかってさ、なんか、いきなりポーンって、いきなり落ちるからね、落とし穴的なので。あー、アイテムだーみたいな感じでいくとさ、いきなり落とし穴になるんだよね。下をね、よく見ていかないといけない。あれ？どっから来たのこれ。いや、あのね、扉をね、進んでいくとね、先へ進むはずなのよ。どっちか。ちょっとこれはやばいぞ。ちょっと待って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 、これはやばい。ナイス回避。反射はしてこないよね。いや、そこから狙ってくんのか。ダッシュして速攻でいった。向こうのが早かった。ここはゴリ押す。よし、ゴリ押した。回復を使おう。進行とかが上がってればもう少し回復量が上がるのかな。またネズミ地帯だね。げっ、つえ。ちょっと待って、回復がなくなってしまうが、ここは重要。1体ずつだな。1体ずつ。しまった、回復を回復にセットされてた。ちょっと待って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 、パニックってる、パニックってる。もったいない。きちんと縦受けして倒す。こっちは、こいつもネズミか。光線的なネズミと光線的じゃないネズミがいるね。またネズミの性格がやっぱりあるのかな。ちょいとちょいと待ってね。こっち、おお、びっくりした。すげえびっくりした。いきなりネズミかよ、こんにゃろ。じゃあここも武器を振って、お、アイテムゲット。くさび石の大かけらみたいな。あっち側なんかすげえ感じになってるけど、もうこれソウルロストしたらさ、絶対回収に来れないよ。しかも棺の採事場からだよね、今のところ。ここさ、なんかいきなり落とし穴とかがあった気がするんだよね。ちゃんと下を見ていかないと。こっち側とかどうなってる。これ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 とか、これ絶対落ちるでしょ。あいつ落ちなかったけど。あそこにアイテムがある。これもさ、やったー、アイテムだーみたいな感じでいくと、こことかさ、大丈夫？大丈夫。ネズミがいるね。処理してこう。切って。エスト飲むか。死ぬよりは全然マシだからな。ソウル。で、これ。落ちるとこだよね。これ落ちるとこで、あ、ここあれか。あ、ここあれだな。来たね、ここは。なるほど。で、俺はなんだ、こっから落っこってったのか。こっから落っこってったんだ。だ、こっち行こうと思ったらここに落っこっちゃったんだよ。正規ルートとしてはこっちか。だから完全に逆走してたね。完全に逆走してた。で、こっからこう来て、で、他アイテムとかあったかな。敵をでも大体処理してるはず。
しよう。全然届かない。え、まだ生きてる。いや、ちょいちょいちょい、待って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 、毒は嫌だ。で、ここに出てきますと。ここに出てきますなんだけど、向こう側とかなんもないかな。ほい、ジャンプで越える。お、登れるね。登れて、これは先生なんかすげえさ。あ、で、ここに出てくる。はい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 。じゃあ、まあ、もうこっちでいいのかな。どう進んでるのかがわからないけど、こっちは、まあ、破壊してあるからね。あ、で、ここに登って、敵がいる。ちょいちょい、待って待って待って。なんか今見えなかった。お、あれ、これどこだ。この先かがり火あり。あ、これ鍵が使える。たまたま手に入れて。やっぱ探索は必要だね。大丈夫か。よしよしよし、これ回復も、回復っていうか、その魔法の方ね、回復もしたんで。回復が、あ、でもしまった。かがり火をやってしまったら敵が復活するのか。まあ、でもこいつはザコだから一体ずつ確実に処理していく。で、また分かんない、また道が分かんない。あそこにあったなんかソウル的な宝箱取りたいんだけどな。あ、ちょ待って、もうさっき突撃ある。もうやっと、まあ、一応あそこのかがり火を発見したんで、最悪死んだとしてもなんとかはなる。あ、これ大丈夫。うわ、いったー、ひどーい。このやっとってかって、どうやって抜け出す。うおー、やばいやばいやばい。しまった、エストビーを飲んでしまった。あれ、こいつまだ生きてる。まだ生きてんじゃねえかよ。やっと新速三段突き。動きが鈍いぜ。ここはこれ完全罠だな。まあ、ダークソウルっぽいよね。ソウル1個のために頭上に注意言ってくれてんのにな。あ、ここはただのアイテム地帯か。完全に騙されたけど。いや、遅い遅い遅い。ぬかるみに入るとすげえ遅いわ。じゃあ、まあ大体もう、あ、スライムがいる。あれ、スライムがすげえうろづいてる。ちょいと面倒だけど処理していこう。ほら、よし。スライムが多分上にひっついてたんだね。で、こっちから来て、こっちへ行って、またあのネズミ地帯か。あのネズミくんたちはこっちに来る、来ないね。ほっとこう。痛い、盾を構えてたね。よかった。で、あいつは逃げていくネズミと。あり？どこにどう行くんだっけ。だいたいたいた、毒毒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 毒。やばい、エストエストエスト、一回飲もう。毒を処理する前にどうする。毒自然回復に任せるか。あ、でもこっちで戻っちゃうんじゃなかったっけ。なんか本当に道が分かんねえわ。あ、でもこっちに、そうだよね、だってこっちからこう来てなんか戻ってったから、やっぱこっちでいいんだよ。
一回回復しよう。でルート的にはこうだよね。本当にねこれいきなりねわけわかんないところに突き落とされたりするから、なんかなかった、こっち、あれこれなんだっけ、下に落っこってるけどわかんねえでこう来て、でこっちでこう来て、あのネズミたちはちょっとシカトしたくて、でこっち行くとかがり火に戻っちゃうからね、一回回復して、まだ毒半分だよ。コケ玉使うのが一番いいんだけどな。あれこっち奥に行けってこと？おりゃ暗い、黒い火炎使ったね、まあ、しかもなんか嫌になってるしなぜここ、多分アイテムがあったところ、下に落ちろってこと？さっきのところ、ドナールさんだっけ、ドナールさんのところに戻りたいんだけど、やべやべ死ぬ死ぬ死ぬ、毒とかいつの間にか減ってるからな、あと回復1回分くらい減るかな。じゃあいいか、ちょっと下に落っこっちゃってみましょうかね。あれどこだっけ、てか一番最初のところから来るのが一番わかりやすいんだけどね、もう落っこっちゃって、これなんか左、あそこが左に行けるんだ、毒がなくなるから、ちょっと毒がなくなったら回復しよう。回復している間に毒がなくなるかな、よし、ん待って待って待って、向こうに行った方がいいのか、下に落ちた方がいいのか、いや下に落ちよう、こういうのは。ちょっと待って、すげえ危険、こいつはガチで危険だからな、確実に仕留めとこう。であそこにもソウルがあるんだけど、もう取れないな、わからない、道がわからない、本当に。よいしょ、確実に行こう。全然なんかされた、エスト一回飲んじゃおう。ネズミが復活してんのが厄介だな。よいしょ、脳内はほんと最悪なんでね。これなんかスライムくん、あスライムくんだね、新速三段突きで決めるか。あれ全然決まんなかった、スタミナを回復させてこい。なんでだ、あ、言ってた、ここにようやく戻ってきた。ちょっと取ってないやつとかがあるんだけど、先へ進んでいきますか。スライム君は厄介だからな、3発で倒しきりたいよね。これ当たんないんだよな、なんか。よ、狩ろう、おい、もう一匹いったよね、こいつも飼っておこう。ちょっとめんどくさいことになっても嫌だし。で、あれこっちから来て、なんだっけ、こっちに道があって、今スライムが左から降ってきたね。でドナールさんがいて、あれでこっちにもなんかあるよなんかわけわからん、あれわけわかんねえ、リアルにわけわからん。
メッセージを参考にさせてもらおう。デブ。あれ、いけない。こっちは？え、ドナールさんの奥ってさ、扉いけなかったっけ？開くだけ開いてみよう。ここ。絶望割って言ってたもんね。猛毒の予感。あ、鍵。鍵必要なの。なるほどなるほど、そういうことか。あのスライムはまだいるね。そうで、こっちも行ける、こっちも行ける、登れる。あ、あれ、ここなんか登ってきてどうのこうのって言ってなかったっけ。あ、なんか開けてこっから行って、あ、そっかそっか、多分これショートカット的なあれか。どこにつながってたっけ、全然わかんねえや。道がとにかくわかんないんだよね、もうこういうところって。あ、待って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 、これとも倒すだけ時間の無駄だからな。じゃあこっちに行きましょう。で、右側ちょっと盾を構えながら行くか。なんもないね。なんかそろそろボスだった気もするんだよな。で、召喚サイン、ソラールさんとか召喚サインがあった気もするんだけど、今はまあ亡者なんで、一回ボスと戦ってから考えよう。よいしょ。なんかアイテム的なものとか、メッセージ、この先アイテムあり、ありがとうございます。なんか怪しくない？あったな、全然関係ないか。大丈夫これ取って。お、ヘビークロスボウ、ヘビーボルト、なんていうの、弓じゃなくて棒眼系ですね。で、まあ棒眼はね、その通り弓が一直線にしか飛んでいかないんで、まあ、その代わり攻撃力は高いのかな、弓よりは。あー、これ絶対ボスだね。行こう。4200ソウルか。レベル1上げられそうだった気がするけど、なんだ、ヘビみたいなやつだっけ、ワニ。いや、全然全然違う。ドラゴン、なんか謎のドラゴンかな、むさぼりドラゴンみたいな名前だった気がするんだけど。どうなってる。品色ドラゴンっていうのかな。ちょっと待ってね、敵の動きを。なんかあそこにアイテムがあるよ、ちょっと回収しよう。なんかいいの持ってるの。お、ハードレザーアーマー、軽そうではあるよね。なんか行き過ぎると死ぬとかってなかったっけ。みんなある、どこにでも注意。そのまんまだ、これ向こう行くと死ぬよね。嘘つきに注意。でなんとかならないのかな。一応ちょっと行って行って行って、この歩きにダメージ食らうのか。どこを陣取るのがいいのかね。いや、火力が足りねえ、全然足りねえわこれ。正面に立つのは危険。あとはちょっと待って、ジャンピングをしたときにどこを陣取るか。行って食らうのか。行った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 、食わない。どっちが正面。足のさ、歩いてるのも当たっちゃいけないんだよね。やばい、
常に時計回りでいくか。武器を変えてくるね。行って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 、いやもうちょっと待って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 、全然火力が通らないんだけど。あ、捕まれた。ちょいちょいちょい捕食されんじゃねえか食われた。あ、死にそう。なんとかなんとか逃げ切ったけど、回復をしたい。はい、ベストもプラニーにしといてよかったけどさ、これマジで死んだら呼ぼう、人を呼べたはず絶対で。こういう時25、これでいいんじゃないか。あ、なんか携帯が変わったね。弱すぎる、ただ弓。でもなんかこうデーモン系と違って、うわーなんだもう絶対無理だっていうあれじゃないんだよね。落ち着いて攻撃すればなんとかなりそうな気はする。まあ張り付く位置だね。スタミナにも気を配らないといけないし、あ、正面はまずい、正面はまずい。強攻撃は、うわ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 、なんかヘドローを出してきた。尻尾のあれ、尻尾いって尻尾攻撃してきた。攻撃は気をつけよう。あの体力が少なくなってきたから凶暴になってんのかな。なんかねこれからすげえ隙が出るよね。あ、これはローリング、よし、ナイス。ここでローリング、まあまあまあ、まあ、ダメージにはならない。あっちにあっちで、ほい、よし、時間がかかるな、時間がかかってしょうがない。ほい、早かったローリングが早かったよ。飲まないと無理だ。だったのか。尻尾厄介だね、尻尾攻撃は。回復はもう使えなくなってんのか。で回復をしてる暇もないからな。遠距離で弓を狙えないかな。ボルトがいいのかな。だからさっき怒ってた。いってこれはもうちょっと絶望的だな。あ、やばい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 、どれだ、これか、これが多分ヘドルなのかな。火力がマジで足りない。武器グレートアックスとかにした方がいいの。これ潰されたらマジで終わる。尻尾、よし、尻尾は通る。尻尾にさえ当たらなければな。よし、これ多分超チャンスだった。全然ダメ。回復できないよね。回復できない。ここまで来てな、押し切りて
かといって欲張ると、やばい、欲張ると死ぬ、欲張ると死ぬ怖い。携帯が変わった、携帯が変わった、この携帯がちょっと嫌なのか。あったー、3に当たった。やっぱここまで来て死ぬよマジかー。でここかー、どうしよっかなー。人間性使うか。何個ある？ 4 つあるね。いや1個使っちゃおう。でさっき侵入されたからね。ただボルトにしよう、ボルトに。ボルト扱えるかな、ヘビークロスボウ。え、重量がだいぶ重くなったな。これ半分以上になってんね。鎧が重いんだな、やっぱり。鎧を変えるか、こっちにしよう。21、56だから28まで大丈夫なのか。なんかかぶる、じゃあ結構軽そうなやつ。イノシシはもうダメだね、上級騎士は重すぎる。 25.2、 アイアンヘルム、アイアン系手に入れたね。そういえばアイアン系ちょっと見てみる。なんだどれだ、ハードレザーアーマーか。まあ、わりかし軽いね。全然軽くねえわ全然軽くなかった。これ 3.1 だもんな。これ軽いよね。まあ、強靭力とかが多分ないんだろうな。このハードレザーなんとかにする。いやでも全然黒革の方がいいね。強靭度が増えるわけではない。え、ハードレザーより黒革優秀じゃん。まあ、いっか、じゃあこれでいこう。ボルト装備しないとね。ヘビーボルト何個持ってる。11個しかねえんだけどこれでなんか撃っちゃったんだけどそのまま撃つんかい。まあいいや、復活しよう。おお、早速サインがあるよ。みんなやっぱりこっからなんだな。これ誰、あ、一般人だね。どう考えても一般人だね。じゃあボスのところまでちょっと行きます。侵入されたよ、マジかよ。これはもうボスのところまで突っ切ろう。ボスに入っちゃえば多分闇霊は来れないと思うんだけどな。こっちの方から来そうだよね。ネズミちゃんはちょっとほっとくとして、これだ、普通の一般人召喚サインだよね。いや、せっかく生き返ったら結構侵入されんな、ここ。あのネズミはでもこれ以上来れないか。これ誰、一般人だね。 NPC がいいんだよね、やっぱり NPC がちょっと今は。これはソラール、お願いします。ソラールさんに頼もう。やっぱりちょっと来てないことだけを確認して、ソラールを召喚しました。よし行こう。これでもう闇霊は関係ないはず、こっちに向かってこれないから。これどうやってカットすんの。あ、元の世界に戻りました。うちのソラールちゃんは、あれ、ソラールちゃんどこ行った。あ、来た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 。ソラールにターゲッティングが向いてる間にすっげえ減ってんだけど、あいつ無情か、ただのデコイにしかならねえぞこれ。ソラール攻撃、せめてさ攻撃してくれよ。なんか
これ131当たんな。これでちょっとやっていくか。あ、やばい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 。ソラルマジで攻撃を頼む。え、なんだあいつ攻撃してるかな。それか俺が、お、いいねいいね、当たってる。弱くねえかソラル。まあいいや、いないよりはマシだ。当たり前なんだけど減ってる。これソラルを回復することができないからね。ちょっと3発でいこう。3発でで最後作る。食らうなよソラル。何やってんのあいつマジで。魔法なんか使えるからね、魔法使っていただきたい。ほらほらほら、強攻撃3連続で370か。あ、ちょっと待って、これ死にそう。あいつ食らってった。俺も食らったし。死にそうなんだけど、でもまあデコイになってくれるわ。死んだら死んだ、食われてんじゃねえかよ。まあいいや、え、食われてる時効かねえし。死んだなあいつ。消滅しましたとか、マジかよ。なんかあんま役に立ってねえな。これ回収する。一応回収しよう。あとボルトも全然多分弱いからな。この携帯すげえ嫌だ。クラッチったよ。いってソラールが役に立たなかったな。火力が足りないな。アストラの直剣じゃなくてグレートアックスは足りる ?32 とか全然足んねえんだけど。両手持ちてる。ガーゴイルの斧もな、微妙だしな。これマジで重いな。こうか、振りがどうなのかだよね。いや重っ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 、全然重いわ。いや無理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 、これ全然筋力足りてないな。罰だし、両手持ちにしても全然ダメだ。グレタックスはちょっと話にならない。このフソ3、これ結構軽いね。バトラックスは、まあ、軽いといえば軽い。でもそれだったらさ、攻撃力的にアストラの直剣の方がいいよね。95しかないからね。え、飛竜の剣ってまだ使っていけるかな。飛竜の剣は16だからいけるはいけるんだよな。片手でいけるよね。片手でいけるな。ちょっとこれでやってみるか。これでいってみます。ちょっと今回は普通に怠慢でやりますと。要はこれがどれくらいあったのか、飛竜の剣が。飛竜の剣でも完全にね、初心者救済武器だからね。ってこういうの食らった段階で戦いの見込みがない。あ、やばい。弾かれるわ。受け地が足んないのか。でもうダメだ、絶望的だ。本当だから絶望的。でいくつ当たる ?94 いってくわれた。94、飛竜の剣でいくか。普通に死んでるし。でこれ倒せなかったらちょっとよし、助っ人呼びますもん。ちょっと
全然ダメだなんで第1回戦目ってあんなうまくいったんだろう。もうダメだ、ここはもう皆さんの力を借りよう。人間性に使って、復活。おー、いっぱいサインがあるよー。よりどりみどりよー。とりあえず適当に召喚させていただきます。お願いします。ちゃんとついてきてくれてんのかな。俺が探索をしたいのかボスを倒したいのかっていうのはもう多分みんなここ攻略はしてるはずだから、ボスに一直線に向かえば、あ、こいつはもうボスなんだなっていうのが分かってくれるはず。俺より上級者さんであることを祈る。で、ソラール、あれソラールもう一個下だっけ。まあ、ボスからね近いのはいいんだよね、ここ。あれソラールどこだっけ。ソラールいなくなったソウルが入ってきた来てる来てる来てる、ありがたい。いや、ソラールあいつ役に立たねえから。みんな来てるね。じゃあ行きましょう。お願いします。カットできねえんだけど、これさ、あれ、もしかして他の人たちも、あ、大丈夫だ。まあ、まずは俺がホストが死なないことだからな。かといって何にもやんないとだいつって思われるから、こっち待って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 、多少の活躍は見せないと。よいしょよいしょよいしょ、いいねいいねいいね、みんな頼む。みんなあんまり火力がない。ただ魔法使いとか言ってくれるといいんじゃないか。お、超ありがたい竜王の大物。絶対これさ持てないよ俺いやー、上手い人がいるね。ありがたいね。収穫がゼロではない。ちょ待って、いって、やばいやばいやばい、ごめんなさいごめんなさい。で、尻尾切ったってことはさ、あの尻尾攻撃がなくなるってことだ。かなりでかいな、それはでかいぞ。俺ボルトで後ろからプチプチ打ってる感じでいいかな怖い、あれ潰されたら死ぬからね。ちょっと潰されても大丈夫なヒットポイント保っとこう。で、やっぱりこれだ、俺はボルト打ちます。ほいほいあと3つしかないけど、ほいほい、あと1個しかない。ほい、キャー、くる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 。もう強攻撃しようかな、衝撃波。これ衝撃波がね打てるんですよ。あれ、どうやってやったっけ。構えながらだっけ。全然違うな。まあいいか。よし、もうワンセット入れる、ワンセット。ただこれはまずい、これはまずい、これはまずい、これはまずいぞ。怖い怖い怖い。上に飛んだ時にさ、あいつはどこに着弾してくるのかが分かんないからね。体力はもうちょっとマックスで保っとかないと。もう頼り切ってな、こいつマジ役立たねえわって思ってんだろうな。あと2人。そんな中、少しでも、これはでもいいんじゃん。あ、やべやべやべ、武器が壊れそう。マジかよ。壊れちゃったらさ、ちなみにさ、拾っとく何にもならないけど。倒した。いや、すげえありがてえわ本当に。闇村の鍵ゲット。機関のコッペンで、武器は壊れそうって言ってるんで、防具も耐久力とか下がっちゃってるかな。竜王の大野50とかさ、無理でしょ。
なのでまたじゃあアストラの直剣でいくか。まあ、飛竜の剣はね、ほんと初心者御用達なんで、初心者救済アイテムだよね、完全に。まあ、俺のようなやつは、こういうのを使っていかないと、クリアできないと。で、武器は壊れそうって言ってるんで、直すやつってなんかあったっけ？ソウルが2万5000ソウルもあるな。これを倒してくれたんだな。きっと。よし、というところで、まず修理だな、じゃあ。一応全部、修理できるものはなんか、安いから、修理しておこう。はい。で、防具。防具は大丈夫？いや、全然ダメだな。今装備してるやつだけ、じゃあ、修理して、上級騎士とかも、まあいいや、なんかよくわかんないから、とりあえず全部修理しとこう。金いっぱいあるし。で、鍛えられないんだよね。レベルアップに使うか。結局死んでもあれだからな。筋力20まで振っとこう。筋力20まで振って、技量も上げとくか。まあ、攻撃力が上がるからね。いや、持久力、やっぱ持久力だな。体力もないんだよね。何にもないよ、常に。じゃあ、これでいいや。よし！というわけで、白ファントムさんのね、お力をお借りして、なんとか倒すことができましたので、じゃあ、今回はこれで終了したいと思います。じゃあ、次回は、闇村の鍵を手に入れたので、闇村ですね。ここも、めっちゃ鬱だなぁ。まあいいや。ではまた次回、よろしければ見に来てください。